皆さんこんこにちはあやすぎるなです、えー、今回は2つの七支刀と物のべしというテーマでお話ししたいと思います。で右側にあるこの七支刀は教科書にも出てくるほど有名なものですね。それで左側にはあのこの神様がの像があってそして手に七支刀を持っています。 でこれは福岡県にある高野の宮という神社の神,神の像なんです、それで、えー、正式名称が磯神物のべ神社といいまして、えー、実はあのここ、この近くにもこの右側の七支刀とそっくりなものがあったと、戦中まであったという話がありまして。えー 一体どういうことかということから始まった探究ですで、この七死闘は複数あるということでお話ししていきたいと思いますそれから磯上神宮の七死闘の年号が削られていたんですねそして通説では300 69年説が有名ですが、どうやらこの説も怪しいことが分かってきました。そして、そこには神宮皇后の実面問題が絡んでいました。そういう話をしたいと思います。また、デザインについてはいろいろな説がありますが、日陰のカズラという植物というお話をしたいと思います。また、日本神話の始まりはですね、鉄の神が出現しているんですね。 でこれがあまり言われないので、このお話も絡めて、物の部氏が鉄の民であるというその側面、そして天文観測地がありまして、そこの紹介などをしたいと思います。また、物のべしと共にいたのが、クズの人たちです。で、この人たちは中国からやってきて、この道教の作り方を教えてくれたと。 そして先生術ができ、そして後に朝廷にの年中行事になるはらかの僧、そういうお話が、この荒野の宮の近くで始まったというお話をしたいと思います。はい、え2つの七思統の共通項が、磯の神ですねど、漢字は違いますけど、どっちも磯の神である、また同じ物のべしである。 そして大和という地名ですでこの磯守神宮の方は奈良の大和の国ですが高野の宮があったのは大和のあがたというわけですということでほとんど共通したものがあるということです、はい、そういうことから今日は第一章で大和のあがた高野の宮の七支刀とその環境について そして第2章では、大和の国の磯の上神宮の七支刀、その七支刀の用いられ方から、まあ、デザインのもとや、また年号問題をお話したいと思います。それから第3章では、物の部師の神と古代鉄の関わり、その側面をお話したいと思います、はい、で第1章です。 え大和のあがた高野の宮の七島高野の宮は福岡県ですねこういうふうに輪郭がなっていますけどその南側にありますそしてえすぐそばは有明海ですで現在の地名は宮山市瀬高町大賀阿ざ、鬼木長島となっていますが古くは大和のあがた そして、筑後の国、大和軍大賀村となっていました。で最近まで大和軍と呼んでいました。はい、でこちらは、あ「日本書紀」にも「大和のあがた」と書かれていまして、土雲の田村津姫が神宮皇后に討伐されたと記されています。 えそして、えー、和名類重書にも書かれていまして「えー、大和は大和」「大河は大和と書かれていましたですからかつては「大和と言っていたのが「狼」「大河」と変わったわけです。 そして、高野の宮の鮭は稲橋ということで、出雲との関連も伝えられています。そして、ここは特徴として鍛冶屋さんがとても多かったそうなんですね。そして、この大画が、物部一族の本拠地だというふうに伝えてあります。で、これは神宮皇后の時ですね、タブラズ姫が撃たれた場所は、 この座山皇后石という山の中で、そしてこちら、物部市が神宮皇后を迎えているということが、これでわかります。はい、そして、この高野の宮の場所は、JR 鹿児島本線ですね、南瀬高駅がありまして、その南側にあります。 で上から見た図です、でこの赤い屋根が荒野の宮ですで、こちらは氏子さんたちの集落で、えー、かつてはあのこの鮭もいらっしゃったんですけど、今は引っ越してしまわれたということです、それで、えー、本当はあのとても大きい神社でしたけれど、台風で倒壊してから、ほらが作られて、今、またあの再建されたということです。 でこちらが現地の様子です。でえー、後ろはですね、えー、昔は海だったわけですでこの祠が新しく作られるようになったきっかけにあの古田武彦氏がここの神社の重要性に気づいてそしてまあ再建運動をされたということですでこの時にですね新しく、うん 神棚が作られたんですけれど実はここにある5体のうちの1つがこの七支刀を持つ心臓なんですねで宮山のして有形民族文化財にもなっていますがこの新築した時にですね神様が並べ替えられてしまっています。 中央の座像がとても大きいので真ん中に持ってこられてるんですけど実はあの右の端っこにあったんですね。で神様はここ主催人は中央ですので元の形でに並べ返すとこうなります。でこの像は主催人の右の方に祀られていたということです。 でこの洋服を着てですね、七死と持つ人物が一体誰か、まあ神様は誰かというのを考察するために、このご五体の心臓をすべてどんな神なのかというのを考察していきたいと思います。で、あいにく現地ではもう誰かわからなくなっているんですね。はい。でこの主催人があ。 えー、これは女性ですねで、えー、ここに柳の眉ですねそして丸眉がついていますそして優しげな目をして、えー、そして愛らしい口元をしていますそれから髪が長いですね、えー、手に持っているのは鏡だそうですそして、えー、この羽織が黒にちょっと緑がかかっているような色でそして、えー 花柄がついていますまた下の召し物も赤色でえそして袴を履いてますねこの袴にも金色で花柄がついていますえそして靴を履いてますがその下台座はその神の属性を表すのでえこれを見ますと黒に金色ということで非常に格式の高い女神が祀られているわけです で女神といえばです、ね、この福岡県大にたくさん祀られているのが神宮皇后ですねそして時々断層をしますそれから地主神として地元の女王にうずら姫という女神が伝わっていますでこの1番か2番かということになると思いますが、まあ、断層の女神といえば、まあ、神宮皇后 というこ神宮皇后は今言ったようにここに来てるんですね。物のの武士と共に戦っているということでここに祀られている可能性が十分にあります。えー、次にナンバー2がこの左脇陣です。で顔がわからないんですけれど。 帽子のような冠に金の日の丸が書かれています、それから黒いお召し物ですね、そして前にですね、前、帯飾りというんでしょうか、あの非常に珍しいものを下げています、そしてこの襟を見ると、丸襟です。 でこれがあの隋や唐の時代の雰囲気があるお召し物なんですね。で、日本で言えばあの飛鳥奈良というわけなんです、はい。で、こちらが聖徳太子像です。で、丸襟がよく似ていますけれど、この前だれのあしらいが全然違うというのがわかります。 でえー、おそらくです、ね、何かの絵を見て描いたのではなくて実際にそういうふうなああ衣装を着ていた人がいたということですそしてこの紙の手がかりはこの青い着物ですねでこの内衣はです、ね、平安時代にはもう天皇の衣の色となっていたんですね。 それで天皇の前で良い和歌を歌読むとこの青,青き御像を渡すと褒美に取らせるというそういう話が枕の宗主に載っておりましてそれでこれは天皇を表しているというのが分かりますでしかもこの顔料はですねラピスラズリという宝石を砕いて作るものなので えー、金よりも高いという,う顔料なんですね。でこの美山の里に、えー、すごくあの、まあ、これだけの掘師,師がいたんですけれどそれだけの顔料が使えるようなすごい文化があったということが分かります。そして台座を見ますとこれはあの枝があってそして白い花が見えます。おそらく梅の花 花と思われれますけれど、まあ、日本で最初ですね、えー、尊いお花は梅の花ということで、まあ、そういう飛鳥、うんまあ、なら平安の時代のものの象徴と考えられますそして、えー、神宮皇后のが先ほど祀られていると言いましたけれど、えー、福岡での祭り方はこの三柱のうち必ず王神節 王神天皇ととになるるいう傾向があるんですねでこれは後に八幡信仰が入ってからのことではありますけれどおそらくは神宮皇后の横に鎮座するのはまあ王神天皇と考えられますそして見柱目は主に地主神ですねここはフリースペースになってまして例えば玉頼姫竹内宿根、ね、住吉信とかその氏子さんたちの大事にする氏子さんたちの大事にする 地主神などが祀られるとこれが福岡県の傾向なんですね。ということで、えー、こちらはですね、大神天皇というふうに考えられます。はい、それから本題の右脇神です。で、目を見ますとですね、三白眼ですね、大きい鼻にきりっと結んだ口元。 そして帽子がですね、ちょっと日本では見られないような帽子です、そしてもう赤い西洋風の衣装ですね、そしてこの金色のこう前立てとかですね、帯とかベルトとか、それからこういう縁飾りは、これはまあ実際に見たものでないと、ちょっと想像しては作れないようなデザインです。 で、えー、ここにはですね、あの、マントですね、マントの襟飾りです。そして背中には赤いマントがちらりとこう見えています。で、ブーツを履いています。それで、えー、この時代が、まあ、いつの時代かと、じゃあ、まあ、明治以降かということを、まあ、考えるわけですけれど、実はこの、 奈良県の方の支持党が発表されたときに、この大金の人たちがとても驚いたんですね。で、それはあの同じものがあるというわけなんです。で、この発表されたのが明治初期ということなので、江戸時代より古いということになります。と、江戸時代になりますと、今度はあ鎖国をしていますので、こういう格好の人はいないわけです。じゃあ、さらに遡りますと、こちらですね。えー 近世になるとこの南蛮渡来人が来ますけれど、まあ、南蛮人の格好はこんな格好なんですねそうしますともっと古い時代それこそ奈良飛鳥平安そういう時代のものとも考えられるわけですでもう奈良飛鳥になると今度は渡来人たちがたくさん来ていますのでその時代にですねこの和国にこういう格好をした人たちがいたと。 まあそういういうに考えられるわけですそして、えー、手に七支とですね持っていますけれど台座を見るとこれですね、えー、石にこう苔の花がついているように見えるんですけれど皆さんいかがでしょうかで、えー、多分石の上ということで磯の神がとういうことを象徴しているんではないかと思います。 そしてじゃあ、磯の神とは誰かというと、地主神がですね、こちらに物のべ足川の神がいるんですね、でこの人がこの地域を最初に開発したということで、えー、もうこの方がこの七支と持つ像だと考えています。はい それからナンバーですね左脇地にカッパですね頭に皿を乗せているのでカッパとすぐ分かりますけど人間像ですねでよく見るのがこのカッパ像なんですけれどこのカッパ像はこの金星になってですねそしてあああの、まああのまできた像なんですねということで本来のカッパ と呼ばれるある一族たちの姿そのものが、ここに彫られているということになります。それで、赤く焼けた裸に腰美のをつけてますね、そして目がこうまん丸で、歯がむき出しです、そしてこちらには金色の腕輪をして、そこがまあおしゃれなんですけれど、手には縄らしきものを持っています。 そしてその属性ですね、えー、これ、川とすぐ分かりますね、そしてこう水しぶきが上がっている様子ということで、えー、カッパを表しているわけです。で、驚くことに、ですね地元では、カッパの人たちは、中国から来た技術者集団で、和人に道教や鉄塔の作り方を教えてくれたと、そういうふうに伝えているんですね。 それで神様の像として祀、ま、られているというわけです。はい、そして一番右にあるのが、えー、ナンバー5この座像なんですけれど、全体より大きかったのでちょっと後で作られたと考えられます。でもあの作風は一緒ですね。えー、太い眉にこう目が一重で。 ししっかりとしてていまます。す。も生えそしてこれは遺憾測体といいましてこの冠がですねやっぱり絵を見て作ったんではなくてやっぱりあの現物を見て彫ったと考えられます。またあの黒い方にそれからやっぱり金の日の丸そしてこれですね五七の切り文これがこの とは誰かということを教えているわけです。で左手には尺が王棋、そして台座はですねどこかあのふじあのクズとかですねそういう感じの植物的な模様が描かれています。でこの方はですね展示展のね中野王子だと確信しております。驚かれるかもしれませんけれど。 実はすぐそばに釣戸の具というのがありまして、えー、ここに中野親王子が滞在した記録があるんですねそれでそこその後ここに慶光天皇と天智天皇が神様として祀られるようになりましてその神門が御七の霧なんですということで、えー、この座像は 天智天皇の皇太子時代中野大江王子と考えています。はい、ということで、えー、本来の並び方で、まあ、あの候補を挙げてみましたで中央主催人が神宮皇后そして、えー、子供である王神天皇そして、えー、物の部、えー、足賀の神それからかっぱそして、えー、後から来た天智天皇というわけです。 で神社の祭神というのは基本的に宇治の神様なんですね、でそそのまずはあの祖先神です、それからその自然神、これはあの自分たちのなりわいを助けてくれる神様ということで、例えば船人だったら海の神を祀ったり、鉄の神だったら火の神とか風の神を祀るというわけです。 そして、えー、福岡の場合は、ここにあの行幸を得た天皇なども祀っていまして、でこの宮山には、あ慶行天皇、神宮皇后、そして天智天皇が行幸して、神として祀られたというわけです。それから八幡神、この王神天皇ですね、と神宮皇后はセットで、えー、祀られる傾向があります。でで後にはですね あのまあその勢力があるあの氏神つまりあの八幡信仰があ勢力を得ますと神社の名前も八幡宮に変わっていったりしているわけです。そして明治時代に神様の入れ替えがあっています。まあこういうことでこの座像はですねおそらくはあのここに物述べの上の この方はあの地主神であり、物の部氏の姿であろうと考えられるわけです。はい、そして、ここにですね、物の部の里にやってきた天皇たち、今紹介したこの3人ですけれど、どのようにしてきていたかというお話をしたいと思います。はい、でこちらが慶香天皇の時代ですね、この荒野の宮には、 女物の部や足利の神ももしかしたらあこの時代生きてるかもしれませんけどよく分かりませんでここにやってきたのがあの慶香天皇ですねえ九州を巡行するときに熊本の方から見沼の君の猿臣と一緒にやってくるわけですえそしてこの女王うずら姫があ船でえふあの水先案内をしたというふうに伝えています そして、ここにこう今の釣戸の具に滞在したというわけです。で、この女王のですね、うずら姫のですねお墓も伝わっています。で、当時はやっぱりあのこちら、海で、海と川がこう混じるようなところで、浮島だったと言っています。で、今もこのようにあの祀られています。 はい、えそして、これと対立してたのがあ女王崩し目なんですね、女という字も書かれていますけれど、おこの人があ慶光天皇に殺されてしまいます、そしてえこの人のお墓がこの雲塚というふうに言われているわけです。はい、でえここは ですか,かつては「女王塚」と呼ばれていましたけれど遠慮されて「雲、えー、塚」と呼ぶようになったわけですで、えー、ここはあの地元では「ズチメかあるいは次に殺された、まあ、タブラ津姫の墓と伝えていますで、えー「雨が降ると血が流れる」というのは「朱」こう種が流れていると思われるんですけどそういう朱、まあ、をあのたくさんこうお墓に詰める、まあ、そういう風習の名残と思われます はい、ということでですねこの物部氏、し高野の宮の物のべしと土雲が、まあ、あ対立していたということです。はい、で次の時代が神宮皇后の時代ですね「えー、日本書紀」に書かれていますけれど具体的にはですね、えー、この水沼水軍ですね、えー、にあの長にあのれて 国和家の巫女がいましたで先ほどの慶香天皇はですね、えー、自分の子供のこの,あの国和家の巫女を神様を祀るために置いていったわけですね、えー、そして水増水軍と結婚しまして、えー、長となっていたわけですでこの水増水軍が神宮皇后を迎えていまして、えー、そして、えー、この高尾神社ではぶり料理で、えー、歓迎したというふうに伝えています。 そして、えー、おそらくもまだうずら姫です、ね、生きていた可能性があるんですけれど、この矢部川ですね、この川沿いに上って、えー、上陸地がの伝わってます、そしてこの車塚古墳のところに陣営を敷いていたら、今度は田村姫軍が先に攻めてきまして、大変な戦になったと。 そして、その戦場が草場になったと地名に残っています。そして、神宮、のタこのタブラツ姫はですね、この添山皇后石の中に逃げ込んだのを殺されまして、そして先ほどと同じところに祀られているというわけです。 はい、そして中之江の実子の時代ですねまたここにやってくるわけですで西暦661年これは白村高専の2年前ですが三名天皇が朝倉市で崩御しますでその後中之江の実子は天皇にならなくてはいけないんですけれどその即位前にこの筑後の国長島で修行したと源平成績に書かれています で現地では、ですねこちらの、ここが今の高野宮ですけれど、この釣りの宮にですね滞在したと伝えています、そして王子の墓を旗を立てたところが御旗の森、そして護衛官がいまして、護衛兵たちがたむろしていたのがこの鉾立宮、そしてこの大臣宮に中野王子は、 毎朝夜明け前に起き出して船でここまで通っていたというふうに伝えています、はいえー、そして、えー、源平水記によりますと天智天皇がまだ即位される前あるものが「君は骨敷の僧がございます」と申し上げたので「我が天位についた後に骨敷するわけにはいかない」 備える層が逃れ難いものなら即位以前にその層を果たそうと言われて、えー、西国に修行に向かわれたとありますでこの骨敷きの層というのはあの仏教用語なんですねですからこのあるものというのがまたあの,仏あのお坊さんであるというようなことが分かりますで、えー、福岡でですね、えー、このお坊さんとですね、えー、にですね 天智天皇が面会して、そして、えー、顔を見るなり、えー、骨敷きの僧がございますと言われるわけです、それで、えー、それなら、あ定位に着く前に、えー、修行をしようとして、えー、ここに来られたというわけです。そして、えー、物のあ真鍋大学は、ですね物の部氏は元来は精神、まり星を祀っている家系で、えー、その先祖は均等にあったと言います。ま 金刀、えー、から渡来した民なんですねそうしますとこの武人像はですね物延部師の当時の姿そのものですね、えー、こう如実に表したものではないかと考えられるわけですそしてこの磯の神すなわち鉄の匠として七支刀で神を下ろしそして聖鉄の成功を祈る姿 これがこの荒野の皆の心臓ではないかと思うわけですそしてこの「大和のあがた」が古代日本のですね国の形をです、ね、今に伝える非常に重要なもののべの里であるとでこれがもう当時の地形がそのまま残っているということとまだ今日紹介ししあのできなかったたくさんの,あの伝承があります まあこういうことで、まあ、あの非常にあの古代を探るのにですね、えー、最適なあの地域ではないかと思っています。はいえー、ということで、えー、今日はその2つの七支党と物の部氏をですね、えー、鉄の民として紹介していきました。で、えー、実はですね物の部氏の話はもう以前もずっとしていまして、えー、ぜあの最近こういうう 動画に、えー、上げました、この大和尊の消された歴史ですね、えー、福岡と佐賀に伝えられた戦いと愛、これもですね筑豊に分布する物の,のべしという読み方ができるんですね、そしてその中からあー勝樹氏が生まれたという話。 そしてあの神宮皇后の伝承シリーズも5回ほどお話ししましたけど天皇皇后を支えた物の部氏という姿で見ればですね物の部氏がどういうふうな行動をしたかというのが具体的に見えてくるかと思います、えー、長いお話でしたけれど最後までご清聴ありがとうございました